はい、どうもゆりです。今回もハンパでやっていくんですけども、今回もですね、エソーとケチズの SP バトルの方をちょっとやっていこうと思います。で、前回の動画の方で、S ランク評価ですね、の、動画の方は、アップしましたので、あ、こんな感じで実績詳細みたいに出るんですね。前回やった編成なんですけども、はい、こちらはもうやりましたので、今回はですね、評価値最大でちょっと、やっていこうかなと思います。というのもですね、こちらの、阻害ですね、をすべて、付与することによって、プラス3のものをすべて付与することによって、評価値が最大で30までいくわけなんですけども、S ランク評価を取ったときに解放された、こちらですね、キャラクターの編成レアリティ制限と、SR と R のキャラクターを2体以上編成、プラス、違うか、今設定したのが3体以上ですね。3体以上編成、プラス、五条悟の編成負荷。はい。五条先生が使えません。はい。ということで、これだけでも急に難易度はね、上がると思うんですけども、すべての、阻害の、ステータスというか、デメリットすべて、付与している状態になります。ただですね、S ランク評価以上の、18以上の、報酬っていうのは一切、増えたりも一切しませんので、完全に自己満というか、実際のところ報酬というのは一切変わりませんので、チャレンジ的なものになりますよね。はい。全然ここまで評価値をね、上げる必要はないので、18まで、S2 に S ランク、取ることができれば全ての報酬は、取れるっていう感じですので、ここまで来ると完全に縛りプレイかなとは思うんですけども。はい。ということで、やっていきましょうか。編成はとりあえずこんな感じですね。ここで五条先生が使えないので、その分トゲが大活躍するっていう感じなんですけども、ただこのステージってデバフが、毎ターン解除されるので、重ね掛けっていうのはね、できないんですけども、とは言ってもやっぱり必殺の倍率というのが本当に高いので、今レベル8で1300%ぐらいあるんですけども、ほぼ五条先生みたいな感じなんですよね。はい。なので、デバフを重ねれないとは言っても全然強いです。でですね、他のキャラクターなんですけども、SR の勇気をちょっと入れています。はい。敵の火だめが本当にめちゃくちゃ痛いんですよ。あれだけね、阻害の、はい、効果載せていますので、まともにちょっと受けきれないので、タイマ壁を1回打ってから、多義集中残暑をつけていますので、裏の西宮と、交代するっていう感じにしています。あとはバフキャラですね。はい。ということで、早速やっていきましょうか。スキルレベルと、ステータスこんな感じになります。はい。よいしょ。でですね、トゲはデバフを打っても次のターンにはすぐ解除されてしまいますので、ひらめデバフですね。なので、スキル2の方で、術式を下げつつ、ちょっとひダメージを、抑えていきます。本当にね、ここひダメめちゃくちゃ痛いんですよ。それはあれだけね、阻害を付与しているからっていうのもあるんですけども、で、1ターン目からもタイマ壁と、多義集中残暑を使って、はい。トゲは崩れろですね。HP ももう全体的にめちゃくちゃ低くなってますね。はい。もう1万4000とか、それぐらいになっちゃってるんですけども。こんな感じで。いやー、痛いな。1ターンで落とされますか。はい。そう、1ターンでちょっと落ちちゃったんですけども、ここから、タイマ壁はまだ付与されてる状態ですから。なんとか4ターン目まで耐えることができればっていう感じですね。はい。あとは攻撃がなんとかばらけてほしいんですが、あ、OK。いい感じですね。ただ、ここのクエストの使用上、ある状態食らっていると、術式が 80% ですね。減少されていますので、火力もだいぶ落ちちゃっています。で、このターンもデバフ打っても仕方ないので、ひらめデバフの方は、なので、崩れろを打って、ひらめを抑えていきます。互いを信じても使って、次のターン必殺が飛んできますので、それをちょっとできる限り抑えていきましょう。はい。OK。いい感じですね。で、ヨダメラフン、ナナミンの方に飛んでいきましたか。で、いや、痛いな、ちょっと。やばいやばい。持続ダメージもとんでもないですね。4000とか。上がってますか、食らってます。で、今ですね、トゲの、術式が 80% 減少している状態ではあるんですけども、これでどれくらい削ることができるか。さあ、いきますよ。はい。私のトゲは無凸です。
さあ無凸でと、おやばいちょっと待って、300万、はい、しかももうブレイクまで持っていけたので、ちょっとナナミ落ちちゃいましたけど、これそのままいけますかね。まあ、砕けろで落としましょう。はい、さあ、西宮の必殺も打って、あ、オッケーオッケー。さあということで、トゲではい、5段クリアですね。いやこれ評価値30ですよ。はい、もうこの通りなんですけど、まあ、これ以上もう積むことはできませんので、はい、まあ、トゲであれば結構簡単に、うん、まあ、クリアすることができますね。はい、ということで阻害をね、もう全部モリモリにして評価値30でちょっとやってみたんですけども、うん、まあ、トゲだったら、まあ、普通にクリアできるかなといったところですけど、他のちょっと編成、トゲなしの編成だと急に、うん、まあ、難易度上がっちゃうのかなとは思います。まあ、ただですね、この追加された、まあ、あの縛りですよね。うん、あの SR と R キャラを、まあ、3体以上編成って言っても、あのこのファンパレ自体低レアがもうめちゃくちゃ強いので、正直そんなに、うん、縛りにはなってないんじゃないかなとは、はい、まあ、思いますね。うん、まあ、五条先生が編成不可っていうのはかなり大きいかと思うんですけども、この低レアの縛りに関しては、まあ、あんまり効果ないんじゃないかなっていったところです。うん、まあ、評価値18だけで言うと、まあ、さほどね、そう、難易度五条先生で普通に使えますから、ね、難易度自体もそこまで高くないですし、うん、このクエストの仕様上というか、はい、この SP バトルの縛り内容的には結構面白い感じであるんですけど、まあ、正直なところ今までのエクストリーム2の方が、うん、2を、まあ、全ミッション込みで、はい、やった方が難しかったんじゃないかなといったところですね。しかもあれですからね、第1段階目で終わりっていうところもちょっと今回の難易度の低さっていうのもあったのかなといったところです。うん、まあ、もし第2段階目までこのね、エソート記述あるのであれば、うん、まあ、今まで通り結構難しかったんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、1段階目しかないんでね、基本もう五条先生の赤で一発で終わってしまいますので、はい、まあ、といったところですかね。まあ、全体的に難易度がね、落ちていることは間違いないかと思いますので、うん、まあ、クリア自体は結構しやすくはなっているんですけども、やっぱりそのやり込み要素を重視していた方からすると、ちょっと物足りなさは、うん、あるんじゃないかなとは思いますね。はい、難易度スペシャルってなってますけど、まあ、正直言うとエクストリーム2、今までの2よりも下かなといったところです。まあ、評価値30であれば別なんですけどね。そう、基準 S ランク18を取ることだけを考えると、普通に今までのエクストリーム2の方が、うん、まあ、断然難しかったのかなといった印象でしたね。はい、まあ、もし別の編成とかで攻略できれば、まあ、評価値30でちょっとやる意味っていうのはもう全くないのはないんですけども、うん、もしトゲ抜きとかで攻略できれば、その際はまたアップしようと思っていますので、よろしくお願いします。でですね、まあ、完全に報酬目当てで評価ランク S だけを、はい、評価値18ですね、うん、の攻略法はすでに完全工場編成で、はい、まあ、旧工場編成でも全然問題なく S ランク取れますので、まあ、そちらの動画はすでにアップしていますので、概要欄のリンクの方にも貼っておくんですけども、はい、そちらも、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、ということで、よかったらチャンネル登録、高評価、そして X のフォローもしていただけると嬉しいです。今回もご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。それではお疲れ様でした。